こんにちは、よっちゃんです。できました。ゴーストウィスパーです。ウィスパーセーターです。こんな感じで。できました。結構スカスカ、薄い感じの生地感で、かわいいです。でもちょっと、これを、動画だとなんか、熱風が入ってるんですけど、全然見えないな。ちょっと、床にも置いて撮影したいと思います。着た感じはこんな感じで、この袖もね、タプンとしていて、かわいいです。はーい。こんな感じで、熱風が入っております。あー、影で暗くなっちゃうな。赤とか青とか緑とかの熱風が入った可愛い糸です。アミリスさんの、アミリスさんのフローっていうレースウェイトの糸で編んだので、もうめっちゃウールがちょっと入ってるけど、めっちゃサラッサラで夏でも大活躍しそうです。全然暑くないです。超サラッサラでかわいいんですよ。この色の発色もかわいいです。はい、そんな感じでございました。こちらね、初めてローゲージで細い糸をローゲージで編むっていうことをしたんですけど、でもめっちゃ難しくて、編むのがなんか全然目揃わないし、なんか広い目するのもすごいなんか苦戦しちゃって、全然なんか綺麗にできなくて。ラベリー見るとね、すんごいみんな綺麗にプロジェクト見るとすごい綺麗にね、みんな編んでて、どうやって編んでんだろうって、なんか超難しかったんですよね。工程自体は簡単なんだけど、綺麗に編むのがむずくて、もう一回ほどいて編み直そうかなーって思ってます。まあなんかね、編むのは簡単で早くね終わるから、なんか水通ししたら綺麗になるかなと思ったけど、なんかなんなくて、やっぱ編み方が下手くそなんだなって思って、どうしようか迷ってんですよね。ほどくのはいいんだけど、ほどくっていう精神 メンタルは傷つかないんだけど、ほどくっていう工程が嫌で ほどくの大変だよな。なんかやり直すっていうメンタルはあるんだけど、絡まるじゃん絶対、ほどいてると糸が、それが嫌だ でも編み直したいなって思う。すごいさ、糸がいいやつだからもっと綺麗に編みたいって思っちゃって、どうしようかなと思いながらこちら編んでおります。サリさんのクタートップ、クターっていうのかな、このキャミソールです。かわいい模様が出かわいいです 裏表編みましたので、このね、ここのなんかつなげ方がマジで全く理解できなくて、英文パターンをさ翻訳してもなんかよくわかんない日本語が出てきて よくわなんかよくわかんない文章で全然読解できなくて 全然読解できなくて。
もういいやと思って、なんかなんとなく、それとなくなんか編みました。なのでもうなんかよっちゃんオリジナルなんですけど、もう模様は合ってるからいいやと思って、あとはメリヤスだからまあ目数合わなくても、この編み方間違っててもまあバレないっていうか分かんないだろうと思って、とりあえずこの模様がね全部完璧に編めたので、まあいいやということで 編み進んでおります。これはさ、いいんだよね。やっぱ糸と針がマッチしてるってすごい編みやすいんだなって。ローゲージほんとむずすぎ。どうしよう。なんか、もうちょっとモヘアとか、モヘアの糸で編んだら違ったのかもしんない、これ。もうちょっと絡まるから。この糸だとさ、ツルツル滑ってって糸のせいにしちゃいけないね。私のさ、編み方が本当にさ、下手くそなんだと思うわ。どうしようかな。もう、なんか別のパターンを編み直すか、もう一回この、ゴーストウィスパー。ウィスパー。ウィスパーを編み直すか。悩んでるんですけど。もうこのね、ゴーストウィスパー可愛いからね。もう一回編み直そうかな。次は見たいのももうさ、決まってんだけど。でもまあ可愛いんですよ。なんか冬糸で編んでも可愛いだろうなって思います。モフモフの分厚い生地で、この形のここがアイコードになってるから、冬糸で編んだらもっとね分厚くなって、また違った可愛さが出るんじゃないかなって思います。このアイコードをさ、なんか取るのもめんどくさそうだな。結構ね、水通ししたら伸びたんですよ、生地が。編み終わった後と比べると超伸びて、まあ、こんな伸びるんだって。ローゲージのね、ものってすごい伸びるらしいです、水通し終わったら。それ全然知らなくて。まあね、伸びた感じでも可愛く着れたんでいいんですけど。編み直そうかっていう問題。こんばんは。別日なんですけど。これね、これをほどこうかどうしようか、ずっと悩んでたんですけど、やっぱりほどこうと思います。ね。ほどこうと思います。ストップ細胞はあります。ほどこうと思います。ほどいて、違う作品にしようと思います。いやー、ほどくのめんどくさい、マジで。ほどくのがなんて言ったってめんどくさいですけど、頑張ってほどこうと。ほどいて、なんかラーメン状態をまっすぐにして編みたいなーって思ってるんですけどね、めんどくさいな、その作業が一番。ゴーストウィスパー欲しいので、欲しいからパターン買ったわけで、だからゴーストウィスパーはウールとモヘア引き揃えて編んだり、まあ、モヘアだけで編んだり、ちょっとこの糸じゃない糸で編み直そうと思いました。
こちらはほどいてショールにしようかなって思ってるんですけど、なんかショールにするんだったらラーメン状態で編むの良くないですよね、きっとね。模様とか出づらいよね、きっとね。まあ、ラーメン状態のまんまで編んでいいんだったら、いいなと思うんだけど。とりあえず、ほどいて、納得のいく作品をね、仕上げたいと思います。なんかさ、やっぱ綺麗な編み目、綺麗な作品、綺麗に編んでる人の作品とか見ると、本当にさ、なんか、なんで自分はできないんだろうとかって思っちゃうんだけど、まあ、いっぱい編むしか方法はないですよね。この編み目をきれいに編むっていう一番の上達方法はいっぱい編むことしかないですよね。やっぱさ、模様編みの方がさ、編み目が揃ってなくても模様がカバーしてくれるから簡単っていうか、きれいに見える。これもやってて思うけど、模様のとこの方がなんか綺麗に見えて、こっちのメリヤスはさ、なんか不揃いに見える。もうしょうがない。いっぱい練習するしかない。なんか昨日ね、韓国のトリマーさんの動画をずっと見ながら編み物してて、韓国のトリマーさん、すごい上手な人がいっぱいいて、すごい参考になるからね、インスタのカットとかもよく見るんだけど、でもほんと超綺麗で美しいカットするから、もうなんで私はこんな風にカットできないんだろうみたいな、なんかめっちゃ、韓国、その人が使ってる同じハサミ欲しいなとかって思って、ハサミくぐったりしてて、いやもう道具のせいじゃないよなと思って、技術のせいだよって思って 道具を変えてもね、私もまあ一応いいハサミ持ってるわけで、ね、上手に編む人とか上手にカットできる人は、ね、いい針使ってるからとか、いいハサミ使ってるから綺麗にできるわけじゃなくって、やっぱそれほどのね、量をこなしてたり、まあセンスもあると思うけど、まあもうね、私はセンスがないから、もう量でね、こうカバーしていくしかないなと思って、ハサミぽつりそうになったけど、いやもう自分の技術不足だと思って、今日はほんとね、超自分はカリスマトリマーだっていう気持ちでお仕事取り組んで、もう自分が今できるね、精一杯のカットで仕事してました。まあ編み物はね、まあ別に趣味だから、お仕事じゃないから、まあ多少ガタガタの編み地でも自分が着るだけだからいいんだけど、でも、趣味だけど、ちょっと向上心を持ってね、上達していければなって思います。まあ、いっぱい編んでたら勝手に上達するだろう。なんで、ゴーストウェスパーは、違う糸で編みます 結局このメリヤスな、本当に
長い旅です。なんかさ、昨日さ見た、なんか夢ちょっと夢ね、私なんか最近おかしな夢結構見るんだけど、なんか昨日見た夢はなんか電車でヒカキンと森山直太朗に挟まれるっていう夢で、なんかこっちにヒカキン、こっちに森山直太朗みたいな感じで、なよくわかんないでしょ、意味わかんない夢見てて。私別にどっちの人もさ、そんなすごい大ファンなわけじゃないよ名前とさ、名前は知ってるくらいで、別にヒカキンのさ YouTube とかも見てないし、いや全然ね、あの森山さんもなんか桜とかしか、代表曲しか知らないくらいのさ感じなのになんでみたいな。でめっちゃいい人でした。超ね、なんかフランクに話してくれて、ヒカキンとかなんか初めてバレたみたいな感じで言われたんだけど、なんかそんな夢見たり、この前はさ、この前で結構前なんだけどね、あのなんかもう、うん、これは現実でね、こう編み物してたらうとうと してきて、で、ね、歯をまだ磨いてなかったの、夜の歯磨きで、わー夜の歯磨きまだしてないけどめっちゃ眠いわーってなってて、いやもう10分だけ寝ようみたいな、10分だけちょっと仮寝してから歯磨いてちゃんと寝ようみたいな感じでね、なんかで もう心残りみたいな、なんか化粧落とさないで寝ちゃった時の罪悪感みたいな感じで、わー歯磨いてないけど寝ちゃおうかなみたいな、なんかそういう罪悪感を抱きながらなんかちょっと寝ちゃったの。そしたらその時に見た夢がね、なんかアッコニッツのアッコさんが出てきて、なんかめっちゃね、私アッコさんに歯磨きが全然できてないって言われて怒られる夢で、めっちゃね厳しいの。なんか口調は優しいんだけど、よっちゃん全然歯磨けてないよみたいな感じでなんか笑いながら言ってくれてて、でなんか歯医者さんみたいに、なんか A 車線 B 車線 C なんたら D なんたらみたいなこと言うじゃん、なんかそんな感じでアッコさんが私の歯を見て歯磨きチェック始めて、なんか A×B×C×D× みたいな、なんか全部×だので、全部ちゃんと歯磨けてませんみたいな感じでアッコさんがめっちゃ怒ってるっていうか、なんか笑いながら怖いことを言うみたいな感じで、なんかどうしよう、ちゃんとね私も歯磨いてね、いつもあの歯間ブラシとかフロスとかさ頑張ってやってんのに、こんなにペケペケ言われちゃうんだと思って、なんかめっちゃ泣いちゃったっていう夢多分さ、編み物しながらっていうのと、なんか歯、あっこさんめっちゃさ歯医者さんの話するから、なんかそれで関連して夢に出てきたんだと思うんだけど、いやめっちゃ厳しくて、怖ーってなって、でね、あっこさんにねその時連絡したんだよね、今日の夢あっこさんに歯磨き全然できてないって怒られる夢見たってあっこさんに連絡したら、どうせ会うんだったら歯磨きじゃなくて一緒に編み物したいよって言ってくれて、いやもう確かにすぎると思って、私もどうせね、そう指導されるんだったら歯磨きじゃなくて編み物で指導されたいなと思って、歯磨きの指導めちゃくちゃされるっていう夢、めっちゃ笑ったし、あのね、なんかこの前までこうカロリーちょっと太ったなぁと思って、食事見直そうと思って、いつもね、カロリーをなんかアプリに、食べたものをアプリに入力して、カロリーどんくらい摂取してるかみたいなのをね、なんか計算してたの。そしたらなんかもうさ、もうこんないっちゃうのみたいな。もう1300キロカロリーいっちゃうんだみたいな。
全然食べれないじゃん、もう夜ご飯食べれないじゃんみたいな感じで、なんか一人で怒り狂ってたので、そういう日々をが続いてる時に見た夢が、なんか私がもう食べれない、もう今日のご飯食べれないって夢の中でもなってて、そしたら旦那さんがなんか隣で食パンの上になんかホイップクリームとかいちごとか蜂蜜とかめっちゃ甘いものを盛りだくさん盛ったパンってかサンドイッチを食べてて、よっちゃんはもう食べれないから生の食パンのみだよって言って私はなんか食パン1切れ何もかかってないただの生食パンをいただいて、旦那さんはそうだから豪華3点盛りみたいな、なんかホイップクリームめっちゃ山盛り乗ってるサンドイッチを私の隣でめっちゃいいだろうって言いながら食べるっていう、それを見せられるっていう夢でもどんだけ食に飢えてんだよと思ってさ、今日の夢最悪だったとか話して、なんかさそんな夢見始めちゃって、あもうダメだと思ってカロリーをなんか入力すんのやめようと思って、なんか知らないとこでストレスかかってんだろうなと思ったから、しかもめんどくさいし、もう最近それやんなくなっちゃったっていうか、それやってたの3日間くらいなんだけど、そんなような夢見たりさ、なんか不思議だよね、なんか笑える夢をね、なんかよく見ちゃう。あとなんかお客さんのワンちゃんが、なんかデパートとか昔よくあったさ、パンダとかパンダの乗り物みたいな、100円で動くパンダの乗り物みたいの、わかります？なんか昔あったじゃん、デパートの屋上階とかにちょっとしたなんか遊び場のところに、それお客さんのワンちゃんがそれに乗ってなんか店から脱走しちゃうっていう夢見て、でも夢の中ではもう脱走されちゃってるからもう気が気じゃなくて、どうしようどうしよう早く捕まえなきゃとか言って、でもさあの乗り物めっちゃゆっくりのスピードだからすぐ捕まえられるんだけど、なんかどうしようどうしよう脱走しちゃったみたいな感じで血相を抱えて飛び起きるっていう夢、もう意味わかんない。でももうなんか脱走されちゃうなんか前兆なのかなとか思ってめっちゃハラハラして、まあ、脱走なんてさ、まあ、なんか扉30ぐらいになってるし、まあそうそう、まあ今まで一回も脱走なんていうのはないけど、なんかすっごい最近は注意するようにしてます。当たり前なんだけど、脱走するなんか予知夢だったらどうしようと思って超怖い。それかポンがなんかどっかで脱走しちゃうとかわかんないけど、なんか予知夢になんないように、なんか何かのお告げかもしれないからすごい気をつけてね生活してます。歯もちゃんと磨いて寝てます森山直太朗とヒカキンは何を伝えたいのか全然わかんないんだけど、ポンちゃんが脱走しちゃったらさ、誰かがかくまってくれそうではあるけど、でも交通事故にとかにねなっちゃったらね嫌だから、もう脱走リードが外れちゃうってこともまあないと思うんだけど、まあ気をつけないとね。意味わかんない変な夢見てさ起きるとさドキドキして、なんかゆっくり寝た気がしないから
本当嫌なんだけど、ハッピーな夢もね、割とね、森山直太朗とヒカキンの夢はハッピーな夢だったから、めっちゃ楽しかったから、起きた時にあー起きちゃったってなったんだけど、嫌な夢はね、ほんと起きた時の後味が悪すぎてね、すごい一日の始まりから疲れてるっていう感じよね。なんかこのパターンのサリさんのパターンが楽しすぎて、最近サリさんが出したなんか靴下のパターンも購入しちゃったんだよね。だからそれも早く見たいし、前にね編んだ、持ってこよう、このね、よくちゃんのテゾメイトで編んだ、これもねサリさんのパターンで、超かわいいよね。またこれもね、違う糸で同じの編みたいなって思ってんですけど、めっちゃかわいいでしょこれ。お気に入りだし、なんかこの糸全然毛玉になんないから最高。かわいいね、こんな模様生み出せるのってどういうことなの。超かわいいんですけど、これもまた編もうって思ってるね。この模様も何回も見せるけどさ、超かわいいでしょ。もう伸びたかな。かわいい、かわいすぎる、恐ろしい可愛さ。全然伸びてない、まだまだ伸びてない。まあそんな感じです。なんでとりあえずこれをね編み直すっていうか、ほどく作業をして頑張って違うものに変換させたいと思います。ショールね、ショールに変換させたいと思います。はい、そんな感じの決意表明でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。